ご視聴ありがとうございます。実は私、鉄道以外にもとある趣味があります。というわけで、今回は京浜急行に乗車したいと思います。券売機で切符を購入します。京急には様々なお得な切符がありますが、今回は無名寺三浦に切符を買います。無名寺三浦に切符は、こんな感じで2枚になっています。そもそも、無名寺三浦湯切符とは、日帰り入浴施設三浦湯の入浴券と、最寄り駅の無名寺までの往復割引乗車券がセットになった切符です。1枚目は往復割引乗車券、2枚目が三浦湯の入場券です。改札に通すのは乗車券だけです。間違えて2枚通すと多分エラーになると思いますよ。やってきたのは、線型のステンレス車でした。線型なら個人的にはアルミ車の方が好きです。ちなみに、貫通扉が真ん中に設置されている1800番台もあります。それでは発車します。京急の車両って、全面展望が見やすい車両が多いですよね。これは1931年から1944年まで営業していた平沼駅の跡地です。日の出町で都営浅草線の5300型とすれ違いました。いつしか新型車両に置き換えられるのでしょうかね。南太田で通過待ちを行います。この駅の構造は、新幹線の駅によくあるため、新幹線型とも呼ばれているそうです。思ったのですが、エアポート急行に乗った方がこの電車よりも早く到着できましたね。無名寺にそれが止まることを忘れていました。というわけで、無名寺に到着です。横浜市営地下鉄にも無名寺駅がありますが、約650メートル離れていて、徒歩約8分です。乗り換え駅になっていないので、乗り換えるなら次の上大岡で乗り換えましょう。切符は帰るときも使うので出てきます。取り忘れないようにね。改札を出たら右の階段を降ります。駅を出たら踏切がありますが、それは渡らずに右に曲がります。道は坂になっています。行きはいいですが帰りは上り坂になりますね。坂を下ると商店街に出ます。セブンイレブンがある交差点を右に曲がります。曲がった道をまっすぐ歩くと、京急の高架橋があるので、その手前を左に曲がります。すると看板が見えるのでその道をまっすぐ進めばたどり着きます。さて、三浦湯に到着しました。一部は高架下にあります。三浦湯は、京急グループの京急開発が運営しているスーパー銭湯です。2003年に開業し、2005年と2016年にリニューアルオープンされました。入り口を入るとこんな感じです。高架下なので、奥行きがありますね。入浴料金や営業時間はご覧の通りですが、入浴料金については今回は関係ありませんね。館内図です。高架下のスペースを有効活用しているため、そこまで広くないのは仕方ないですね。
温泉の入り口です。しっとり湯とさっぱり湯の2種類があり、1週間おきに男女が入れ替わります。内部の撮影はできないので、実際に足を運んでみてくださいね。時間的に昼間だったので、温泉から出たらお食事処三浦亭で昼食をとりました。せっかくなのでマグロを食べました。ちなみに、食事だけなら無料で入館できるそうです。というわけで、以上で三浦湯の簡単な紹介は終わりです。乗車券は往復なので、一応帰りの様子も紹介します。帰りの電車は1500型でした。800型が引退したので、これからの京急の赤い電車といえば1500型ということになるのでしょうね。またひたすら全面展望を見ながら帰りましょう。高速のエアポート急行に乗った方が早く着くとのことなので、井戸ヶ谷で乗り換えます。快特の通過を見送って、エアポート急行に乗ります。っていうか、最初からこれに乗ればよかったですね。南太田でさっき乗ってた普通を抜かします。横浜到着前にブルースカイトレインの2100型とすれ違いました。なので発車シーンを撮影しました。大して珍しい車両でもなんでもないですけどね。今回は私の他の趣味と鉄道を掛け合わせたちょっとした企画でした。露天風呂からは電車の上の方が見えるので、スーパー銭湯に興味がある人はぜひ行ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。